最近の情勢と今後の文化政策の提言でございますが、東日本大震災から学ぶ文化力による地域の日本再生ということでございます。文化審議会文化政策部会からこのご提言させていただきます。はい、お手伝いください。ありがとうございます。しっかりと提言を受け止めて、はい、最大限の努力をして実現に分かりたいと思います。いわゆるその日本の文化ある芸術、文化芸術における力というのがですね、この大震災 3.11 を一つの沖縄その試練の場ではあるんですが、だからこそできる我々の力というものは何であるかということを、多くの先輩方からのご提言をいただいて、それを取りまとめました。はい、でそれと同時に地域の拠点をきちっと図るためには、劇場あるいは音楽等のですね、活性化に対する法律が出来上がりましたので、その部分に関してもですね、ちゃんと論理を固めるということでご提言させていただきます。はい、ただ東日本大震災は、いろいろな課題を我々に与えてくれましたけど、単にその癒しとか幸せになるだけではなくて、それを持っている前向きの力、ダイナミックな力、固定観念を打ち破って新しい価値観に向けて進んでいくような力をですね、日本全体の持ちはできる限り予算と人材あるものを全て導入をしてですね、実現を図りたいと思っています。非常に貴重な財産、いわゆるその予算をですね、本当にこう有効に生きた環境づくりを提言書にもですね、文化政策のやり方を根本から見直すさまざまな内容、これをしっかり忘れるなと言っていただいておりますので、それを肝に銘じた上で、具体的な提言の対策に対処していきたいと思っています。ぜひ、はい、よろしくお願いします。